ギャレット・アンダーソンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元プロ野球選手。左投げ左打ち。エンゼルス時代1990年ドラフト40目でカリフォルニア・エンゼルスへ入団。1994年7月27日にメジャーデビューを果たす。この年5試合にメジャーに出場しただけでシーズンを終えた。1995年開幕を トリプル A 級で迎え、メジャー昇格を果たしてからは、トニー・フィリップスが外野手から三塁手へコンバートし、外野手として出場を続けた。打率、321、16本塁打、69打点を記録し、新人王の投票で、マーティ・コードバに次ぐ2位に入った。1996年、開幕戦から、ロースター入りし、打率28、285、 12本塁打、七72打点を記録し、9月27日には、球団史上初めて1試合6安打を達成した。1997年、打率303、8本塁打、九92打点を記録し、90打点以上で、本塁打が10本に満たなかったのは1990年代以降4人しかいない。左打者として、ロットカルー。 ルイス・ポロニアが持つ球団シーズン最多安打179ンダ,ー17アンダーを更新する189ンダーを放った。1998年は主に左翼手として出場していたが、負傷したティム・サーモンに代わり右翼手として出場し、ティム・サーモン、ジム・エドモンズ、ダリン・アースタットに次ぐ4番目の外野手とみなされた1999年は、エドモンズが開幕から故障者リスト入りのため、 中堅士として出場し、チームの MVP に選出された。2000年、打率286、オールスター開催までに、球団記録となる26本塁打を放ち、最終的に35本塁打記録した。4月14日、2004年まで4年契約を結んだ。8月28日通算1000本安打を達成し、 9月15日、自身初シーズン100打点に到達し、最終的に117打点を記録した。2001年は、自己最多の161試合に出場し、打率、289、28本塁打、123打点を記録した。2002年、リーグ最多対、球団シーズン最多2塁打記録を更新する56、二塁打、33塁打。 29本塁打を記録し、2000年にトロイ・グロースが記録した球団シーズン最多長打記録85を更新する88長打を記録した。7月9日に行われたオールスターに初めて出場した。8月9日のブルージェイズ戦で球団新記録となるシーズン43二塁打を記録し、8月31日のオリオールズ戦で100打点に到達し、 球団史上初めて3年連続で100打点を記録した。この年初めてワールドチャンピオンとなり、シルバースラッガー賞を初受賞し、MVP の投票で4位に入った。2003年、自己最高の打率、315、201アンダを記録し、アレックス・ジョンソン、ダリン・アースタットに次いで、球団史上3人目のシーズン200本アンダを達成。また、 リーグ最多タイの49二塁打を記録し、オールスターゲームの前日に行われた本塁打競争で優勝し、オールスターでは二塁打、本塁打を含み、計算ンダを放ち、MVP に選出された。フリーエージェント権を2004年シーズン終了後に得る予定のアンダーソンは、ホワイトハウスに招待された時に、ブッシュ大統領から契約の質問をされるなど、動向に注目がされていたが、 2004年4月13日、球団は2005年から4年総額4800万ドルで契約延長した。4月28日に初めて故障者リスト入りを経験し、6月10日に復帰を果たすも、二類だ、本類だは前年の半分以下にまで減少し、打点は5年ぶりに100を下回った。2005年6月4日、4打点を記録し、 球団記録の通算991打点に並び、6月26日には、史上4人目となる3 0支給に満たないで、通算1000打点を達成した。6月28日のレンジャーズ戦の延長11回に、球団大記録となる7本目の満塁本塁打を放ち、チーム分かった。2006年、左足裏の故障のため、左翼主権指名打者として141試合に出場。 7月1日に、通算2000アンダーを達成し、球団史上初めて2000アンダー、1000打点を達成した。2007年、2回故障者リスト入りしたため出場数が108に止まったが、7月10日のオールスターゲーム以後試合で、この年のメジャー全体で5位の65打点を記録し、8月21日、ブラディミール・ゲレーロの1試合最多打点の、 球団記録の9を更新する10打点を記録した。また、8月26日から9月7日にかけて12試合連続打点を記録し、トリススピーカーが1928年に記録したアリーグ記録の14試合連続打点の更新はならなかったが、1984年のフレットリンと1986年のウォーリー・ジョイナーが持つ球団記録の10試合連続打点を更新した。 2008年までの4年契約を満了し、5年目は1400万ドル球団のオプションだったが、300万ドルの違約金を受け取りフリーエージェントとなった。2009年2月22日、アトランタブレーブスと1年契約。2011年3月1日、現役引退。2016年1月、アメリカ野球殿堂で候補に上がったものの、 得票率わずか0.2%で非投票資格を失った。同年、エンゼルスの球団言動入りを果たした。パワー型の大型外野手。打撃能力は高めだが、守備能力は低く、エラーが多い。走塁も得意である。長打力にも優れており、オプスも0.800弱に至っている。死球が少なく、打率と比較し、出塁率が低い。ありがとうございます。